はい、皆さんこんにちは。今日は角 AI もう何回も連載ということなんですけれども、今日はちょっと音楽を今までやってきていた DT エマと呼んでいたりしますけれども、そういう方にも使い方の一端を例としてお話ししたくて今日は動画を撮っています。どういうことかというと、歌詞ができて、そしてもうボタンだけでですね、曲はできるんですけれども、それを DAW の中でどのようにやっていけばもっともっと凝ったことができるか、そういう一端を見せたいと思いますので、歌詞とかそういうところはちょっと端折ってお話をしたいと思います。じゃあやっていきましょう。今画面にあるのは、先日からもどんどん PR させていただいています角 AI 専用の歌詞ビルダーというので歌詞を作ってくれます。最新版はコーラスまで自動的に作ってくれるというような、皆さんに人気の GPTs ということになっていますが、これは残念ながらチャット GPT プラス、これのユーザーさんしか使えない。それはご勘弁願います。皆さんももうそろそろチャット GPT プラスに入ってもいいんじゃないかな、僕はそんな風にも思っています。そしてこんなように歌詞ができます。今バースとコーラスという風になっていますけれども、この部分をコピーして使えばいいということになります。もっともっとここにもありますように後ろもあるんですが、今日は時間の都合上こんな感じに簡単にしたいと思います。はい、もうおなじみの角 AI の画面です。近いうちにはマイクロソフトがもう Windows の一つの機能というぐらいに、これをプラグインにして使えるようにするというような提携を角 AI と組んだようです。ですからもう Windows では音楽制作が当たり前、そういう風になります。ここに貼り付けます。そしてスタイルオブミュージックにも入れれるように、もうここにこのようにできてるんですが、今回はとっても簡単にやりますので、ここは J-POP、 このようにして春の雨雲とかいう風に曲をクリエイトして作るということになります。今日はここも省きますので、この春の雨雲2という、これが出来上がったものですので、ちょっと聞いていただきましょう。もちろんお尻は尻切れトンボですが、今日はご勘弁ください。ちょっと鳴らします。こんなような音楽です。これを DAW に持っていくために、ここからダウンロードオーディオ、これを選びます。そして今このようにですね、春の雨雲 2MP3 というのがこのように出来上がっています。さあここからです。今日の本題はここからですから、よく聞いていてください。はい、今立ち上げたのがメロダインという DTM をやる上でとっても皆さんが気に入って使っていますボーカルのピッチ、いわゆる音程やリズムを直したりする定番中の定番のソフトです。例えばスタジオ1とかには標準でついてきたりしますし、そうじゃない方も DTM を初心者から卒業するときぐらいには必ずと言っていいほど使っている方が多いソフトウェアです。これに音を持っていくと今のテンポというのが自動的にわかります。はい、ここにダウンロードホルダーを出しました。これをドラッグします。適当な位置でいいです。このようにしましたら、このリージョンと言いますが、このオーディオを選択した状態で編集メニューからテンポというのにしまして、選択範囲のテンポを検出とします。そうしましたらこのようにぴったりのところ3、4、5、
もっとアタックがあるところを見てみましょう。はい、この11のところとか、全部揃ってますよね。これはテンポが 133.99 だったということなんです。ここでテンポがわかりました。ですから、これをちょっと聞いてみましょう。途中からでもいいですので、ここにクリック音があります。オンにして聞いてみますと、ちゃんとクリック音と合うようになっています。雨雲が運ぶメッセージ、優しい雫が。はい、バッチリカチ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 と合いましたね。そうしましたら、これは測るだけのためにこの操作をしました。じゃあ今度は DAW ソフトを立ち上げましょう。新規のファイルを立ち上げます。いわゆる白紙が出てきました。そこに先ほどのデータを引っ張ってきます。ダウンロードホルダーからピューッと引っ張ってきます。しばらくこのように分析をして MP3 を WAV に変えてます。はい、変わりました。そしてさっきやりましたように 133.99 というね、ちょっと中途半端ですけれども、その数字をこの下に入れます。テンポのところに 133.99。まあ多分140と同じだと思ってくれてもいいです。そうしましたら、これが合うようになりますので、途中でしたから、どこが先頭かちょっと聞いてみますね。春の風に、風にっていうところですね。微妙に合わしますから、大きくして合わしましょう。こんな感じです。特にこういうアタックの立ってるところ、こういうところで見ると間違いがないです。こんな感じで、後ろもいいか。はい、いいですね。ちょっと突っ込みすぎかなって感じです。はい、これで合わしました。本当に合ってるのか、ちょっとだけ聞いてみましょう。ここでメトロノームをオンにします。ちょっとメトロノームの音を大きめにしておきます。そうしまして、この音を逆に小さめにしておきます。ちょっと聞いてみましょう。春の風に誘われて、小さな花が咲く頃、雲がゆっくりと流れる、心の中の揺れ。はい、バッチリですね。これでいいわけです。ここからはもうプロの仕事です。まず僕はこのドラムを入れ替えたい。そういう要望があります。ここにエイコンデジタルのリミックスというソフトがありますので、これをここに入れます。するとこんなミキサーみたいな画面が出てきました。ここでこのドラムをゼロにします。こうするとドラムはなくなるんです。メトロノームを切って鳴らします。ほら、もうほとんどドラムがないですね。はい、さらにボーカルを抜いてみましょう。はい、うっすら残っています。まあボーカルは今は消したいわけじゃないですので、まだもうちょっと強いぐらいの方がいいですから上げておきます。ドラムなくなりました。こうしてですね、今はこのソフトがあるからドラムがなくなってるんですが、このソフトをオフにするとドラムが入ってきます。じゃあこれを入れたままで、このオーディオトラックをもう一度書き直すというか、エフェクトも追加した状態に書き直す。そして OK をします。するとこうやってですね、分析をしながら新しい音というのを作ってくれるんです。はい、できました。ボリューム小さくしてたから波形もちょっと小さめになりましたね。聞いてみましょう。もう先ほどのソフトはないんですけれども、ドラムはなくなっています。花が咲く頃、雲がゆっくりと流れる。
なくなりましたね。じゃあここに好きなドラムを入れてみるということになります。試してみましょう。そしてこの音というのがどこからあるかも2のところに合わせておきましょう。先はちょっと削られますけれども、この状態でドラムのソフトに分析をさせます。ここにドラムのソフトがありますので、これを入れます。そうしまして、このソフトにはバンドメイトという機能がありまして、これをドラッグします。すると分析をして、そして OK をすると、これに合ったドラムを考えてくれます。ちょっとやってみましょう。はい、もっとスネアを派手にしましょう。はい、他のパターンも変えることができます。例えばこれ、こんな風にできるんです。そうしまして、これを2小節目のところへピュッと持ってくるんです。これで確定です。ちょっと後半のところ、ここにはですね、タンバリンも入れてみましょう。そんなことまでできます。ここでですね、タンバリンをオンにします。ちょっとここで鳴らしてみますね。はい、こんなこともできますし、フィルと言ってですね、タカタカタとかタムというのをですね、鳴らしたりもできます。例えばこれですね、これを他のタムというのをグルーブというところから入れてみます。フィルというのを選択すると、こういうのを選ぶことができるんです。はい、ちょっと派手なのを探します。はい、ちょっと合うかどうか分かりませんが、派手なものを入れたいと思います。これをリプレイスミディというので置き換えます。そうするとですね、ちょっと手前から聞いてみますね。まあ 100% 合っていませんが、今日は許してください。何の仕込みもしないでですね、アドリブでやってますから。まあこのようにしてドラムができました。次はここにピアノを入れましょう。ピアノがなかったからですね、ビューッと入れます。はい、先ほどと同じメーカーのソフトですので、これをビューッとまた引っ張ってくると、勝手にピアノのフレーズを考えてくれます。 OK をします。もう最適なものを選んでくれたりするわけです。ちょっと聞いてみましょう。はい、いい刻みをしていますよね。はい、今度はちょっとこれも聞いてみましょう。これに入れ替えます。ちょっと手数が多すぎるって感じがします。ですから先ほどのこちらを採用しましょう。そうしまして、これを2小節目持ってきます。これでピアノが入りました。少しボリュームを大きくして聴いていただきましょう。このようになりました。ちょっとコードが気に入らないところはあるんですが、まあでもそれはいいとしましょう。じゃあこれからもっと便利に使うためにコードをうまくやります。ここでトラックを追加というのにして、トラック2にできるんですね。そしてこの1の方をコントロール C でコピーして、トラック2のこの2小節目のところでコントロール V としたら同じものが来ました。
同じものが来たんですが、このチャッ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 というよりもコードを割り出すのにはこんなやり方がとってもいいわけです。まずクリアオールにします。そしてイージーキー2として、僕はもうそれを保存してあるので、いわゆるお気に入り見ます。そうするとこんなんありますよね。これを入れ替えるんです。先ほどと同じようにリプレイスミディ、そしてセーブチェンジド、このように変わりました。そうしましたら、スタジオ1の場合はここにコードというのがあって、コードトラックというのを作れるんですね。これをビューンと引っ張ってきて、こうするとコードがちゃんと入るんです。こうなったらですね、もういろんなソフトでこれを使い回しできます。例えばちょっとかっこいいギター、そういうのを入れてみましょう。このようになりましたので、どんな感じがいいかなというのを聞いてみます。こんなイメージにしましょう。そしてここにコンプレッサーというのになってるんですけれども、ここでワウというのを聞いたことはありますでしょうか。これはこんな音になります。はい、こんなスペーシーな音になったりします。ちょっと派手すぎるので緩めておきます。そしてディレイというのもかかってるからふわふわしてるので、これはちょっとこちらの方に戻しまして、もう一度これで聞いてみましょう。ああ、いい感じになりましたね。はい、これでですね、コードトラックのところからピューッと引っ張って、これをこのギターのトラックに持ってくるだけ、たったこれだけでもう演奏ができるんです。じゃあやってみましょう。鳴らしながらミキシングやりますので、こうしてループしておきます。青くしたらこの間を何度も回りますので、これで音を整えていきます。どうでしょうか。今日は本当にぶっつけ本番でやっていますので、正直言ってもうちょっとこの辺ずらした方がいいかなとかですね、これももうちょっとこっちかなとかですね、そうやって仕事としてはですね、合わせていったりするんですけれども、まあこんな感じで音を足したりとか、もしくは弾いたりとか、いろんな加工ができる、それを今日は見ていただきました。DTM というのを知らなかった人にとってはびっくり仰天だろうし、前々から DTM やってみたいな、自分でもっともっと音楽作ってみたいなと思われる方が、スノとそしてこの DAW をうまく使ってですね、さらにさらにもっともっとオリジナリティがあるような楽曲に仕上げたりということができますので、また DTM をやりたいというようなお仲間がたくさんできたら僕は嬉しいなと感じています。ぜひこの AI 時代に工夫をしながら音楽を作ったり楽しんだりできるように、もっともっと皆さんと一緒に研究していきたいと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。